はい、始まりました。ヤギチャンネル。今日はね、ノートにこのアマゾンで買った、ラインテープ、これを貼って、簡単にドレスアップしていきたいと思います。フロントをどこに貼ろうかな、まあ、こういうね、縁、こういうとことか貼ってったらかっこいいのかなって思うんですけれども、ちょっとね貼っていきたいと思います。横はね、横はいろいろ考えたんですが、このプレスライン、これはどうかなに貼った方がいいのか、このシルバーのサイドプロテクターのあたりだけを貼った方がいいのかとか、後ろはねこのレアのルーフのスポイラーのここに貼っていきたいと思います。それとやっぱこの辺かな、この辺に貼っていきたいと思います。前はね、この下の部分をアイウィラインを入れたのと、あとはね、ベントレーのマリナーの、バトゥールを元にちょっと似た感じのグリルにしてみました。見てわかるかどうか、一つ一つを3分割にして、貼っています。そしてボディサイドはサイドミラー、それとドアの下の部分青いラインを入れております。後ろはこんな感じです。このバンパーとちょっと分かりづらいですが、光が当たると分かりやすいかと思います。でも見てこれ、前グリルのとこめっちゃかっこよくない？うん、そう、2時間かかった2時間かかったよ、それ貼るのに。前から見るとねあんまり分かんない。でもちょっとこう斜めから見ると
なんかこう青くなってるのすごいわかるでしょ。かっこいいねこれね。でね、これね、Amazon で買ったラインテープっていう1500円ぐらいのやつでね、まあ、簡単にねできるので、はい、ということで、おもしあったですか、おもしあったらチャンネル登録してね、バイバイ。